韓国ドラマ根の深い木セジョンテワンの誓いに出演していた7人の現在は、最高視聴率 27.3% を記録した韓流刺激最高傑作とも言われるドラマ根の深い木セジョンテワンの誓い。先の読めないストーリーに釘付けになる人が続出しました。韓国では3話の特別編が放送されました。当時の人気がうかがえますよね。ハングルの誕生をめぐる新感覚歴史ミステリーに、韓国映画界の名優ハン・ソッキュさんとチャン・ヒョクさんの共演が大注目されました。その他にもソン・ジュンギさん、ヒョヌさん、キム・ギボムさんといったイケメンが勢ぞろいしています。出演していた7人は現在どのような活動をしているのでしょうか。今回は大ヒットドラマ根の深い木セジョンテワンの誓いに出演していた7人の現在をご紹介します。根の深い木セジョンテワンの誓いはどんなドラマ。1418年、朝鮮王朝4代目王としてセジョン井戸が即位しますが、軍権を中心に実権を握っているのは全能の大尊父のイバンウォンでした。王権強化のために有力な臣下を粛清してきたイバンウォンは反逆罪で井戸の義父であるシムウォン一家を処刑します。シム家の使用人の息子ドルボクは幼なじみのタムと逃げ出す途中で離れ離れになってしまいました。時は流れて1446年、父を殺したのは井戸だと思っていたドルボクは名をカン・チェユンと変えて武官として軍中に勤務していました。宮中では井戸の文字創生事業に関わる人物が次々と殺害されていました。井戸から事件捜査を任されたチェユンは秘密組織ミルボンとの闘争に巻き込まれていくのでした。さらには文字創生作業の中核を担う旅館のソイが幼い頃のトラウマで口が聞けなくなったタムであると気づきます。注目されたのは1995年以来実に16年ぶりとなるドラマ復帰のハン・ソッキュさんがハングルを作り出した朝鮮王朝第4代王セジョンを演じたことです。さらにチュノで肉体美と華麗なアクションを披露していたチャン・ヒョクさんも出演しました。ワイヤーアクションが取り入れられ、踊るようなアクション演技や銃をかける決闘シーンなど映像美にも注目したい作品です。出演者7人の現在を紹介。根の深い木セジョンテワンの誓いの出演者は現在どのような活動をしているのでしょうか。早速見ていきましょう。ハン・ソッキュ、井戸。朝鮮王朝四大王井戸。全能大僧による血の粛清によって心に深い傷を負い、異なる王の姿を目指そうと民を愛し、身分の低い者にも対等に接する慈愛深い王です。新たな文字を作ろうと計画しますが、次々と側近が暗殺されてしまうのでした。朝鮮王朝四大王井戸を演じたのはハン・ソッキュさんです。ハン・ソッキュさんは1990年声優としてデビューしました。翌年の1991年には俳優へと転向し、ドラマ息子と娘やパイロットで人気となり、その後は映画を中心に活躍しています。そのため根の深い木は16年ぶりのドラマ出演となったのです。演技力には定評があり、幅広く様々な役柄を演じていますよね。2022年はドラマ今日は少し辛いかもしれないに出演しています。食事を通して家族の大切さを再確認させてくれる作品で、病気でだんだん食べられるものが少なくなる妻ダジョンのためにと懸命に包丁を握る夫チャンウクを演じています。さらには2023年にロマンドクターキムサブがシーズン3として帰ってくるそうです。2016年2020年に続きハン・ソッキュさんは神の手を持つ外科医キムサブ役を演じます。チャンヒョク、カン・チェユン、トルボク。シムオンの屋敷で働くたった一人の家族である父ソクサム王に殺され、仇を取るためにカン・チェユンという名に変えて武官となります。生き別れたタムをずっと探している心優しいトルボクを演じたのはチャン・ヒョクさんです。チャン・ヒョクさんは1997年にドラマ「モデル」でデビューしました。
1999年にドラマ「学校」で注目を集め、兵役除隊後にもドラマや映画で高く評価されています。2022年はドラマ「最愛の敵大樽宿命」に出演しています。映画はザ・キラー「死んでもいい子」に出演し、豪華な引退生活を楽しんでいる業界最強の殺し屋ウィガンを演じています。映画の中では激しいアクションを披露しました。チャンヒョクさんはボクシングとジークンドーをやっているため、アクションはお手の物ですね。ジークンドーに関しては楽しくやっていて、演技にもとても役立っているそうです。体力の維持や体作りにとてもいいとして、ボクシングは15年も続けているそうですよ。シン・セギョン・ソイ・タム。トルボクの父と同じシムオンの家のヌヒの娘タムは、反逆事件に巻き込まれたショックから口が聞けなくなってしまいます。王侯に助けられて名前をソイと変え、女官として軍中に入ります。一度見たものを全て記憶できる能力があり、ハングル文字創生に協力しているソイを演じたのはシン・セギョンさんです。シン・セギョンさんは9歳の時にポスターモデルとしてデビューしました。女優デビューは2004年の映画マイ・リトル・ブラインドで、当時中学生でした。2009年に出演したドラマ「存続丈夫」で一躍有名となり、その後も様々な作品に出演しています。シン・セギョンさんの最新情報は、2023年に放送を予定しているドラマ「アスダル年代記2」に出演するということです。アスダル年代記は英雄たちが太古の地アスでそれぞれに伝説を作っていく物語です。3年ぶりとなるシーズン2にシン・セギョンさんが出演することが決定し、撮影が始まりました。奴隷から大裁官の地位になり、三代権力者の一人アサシンの後継者タンヤ役を演じます。ペクユンシク・パイソウ・イバンウォン。朝鮮王朝三大王で、井戸に上位後も実権を握り続けました。邪魔な人物は容赦なく殺害し、冒険強化のために息子にも歯を向ける大僧を演じたのはペクユンシクさんです。ペクユンシクさんは1970年にタレントデビューをしました。多くのドラマや映画に出演しているベテラン俳優ですね。しかし2022年、ペクユンシクさんにちょっとした問題が起きます。2013年に熱愛騒動となった K 記者が30歳年下であることから大きな話題となりました。1年4ヶ月の交際期間の末に破局していますが、2022年になって K 記者がエッセイを出版し、ペクユンシクさんとの熱愛について公にしたのです。そして簡単に別れられなかったことや、ペクユンシクさんに勝手に合意書を偽造されたことなどが暴露されています。ヒョン・ソン・サンウン。ジッピョンジョンの学士で天真爛漫で不真面目な性格ですが、井戸の考えを最もよく理解している非凡な頭脳の持ち主です。井戸の秘密組織の一員でもあるソン・サンウンを演じたのはヒョヌさんです。1985年生まれのヒョヌさんのお父さんは映画監督をしています。撮影現場を幼い頃から見ていたヒョヌさんは俳優になることを決意し、2008年にお父さんが演出を務めた映画サンファジョム運命その愛でデビュー。2016年にドラマゴルゲス洋服店の紳士たちで有名となりました。2022年はパルクアップに挑戦していたヒョヌさん。6週間でたくましい体を作り、終了後も1週間に2から3時間は運動していたといいます。そのため体脂肪率は 6% というから驚きですね。ユンジェムン・チョンギジュン・カリオン。軍中に食肉を納める業者をしていましたが、遺体解剖役に抜擢されたカリオン。ミルボンのチョ・チョンギジュンとは、叔父と父の後を継いだカリオンのことでした。そんなカリオンを演じたのはユン・ジェムンさんです。ユン・ジェムンさんは、1996年に初舞台を踏み、2000年に短編映画デビューしました。映画、グエムル、ハンガンの怪物、優雅な世界などヒット作に出演しています。2022年は、ドラマ財閥家の末息子に出演しています。
ユン・ジェムンさんは、2010年、2013年、2016年と3度も飲酒運転で摘発されています。3度目の時には、懲役8ヶ月、執行猶予2年の判決を受けていました。近年、芸能人の飲酒運転事件が相次いで起きており、国民からの非難が続いています。これからは、お酒との付き合い方を考えてほしいですね。ソン・ジュンギ、井戸青年時代。井戸の青年時代を演じたのはソン・ジュンギさんです。ソン・ジュンギさんは、2008年にドラマ、ラブ・レーシングでデビューしました。2010年には、ドラマ、ときめきソン・ギュンガンスキャンダルで色男クヨンハを演じて大注目され、女性より美しい男性と呼ばれ、大人気となりました。2013年に入隊し、2015年の除隊後の復帰作ドラマ「太陽の末裔」は視聴率 41.6% を記録し、世界的にニュース報道されました。ドラマで共演したソン・ヘギョさんとの結婚と離婚は話題になりましたよね。2022年はドラマ「シスターズ」第2話に高級グッズブランドの販売員役で特別出演。財閥家の末息子ではスンヤングループの財務チーム長のユンヒョンを演じています。まとめ、いかがでしたか？今回はドラマ根の深い木セジョンテワンの誓いに出演していた7人の現在についてご紹介しました。皆さん2023年の活動へ向けて進んでいましたね。当時よりも人気となった出演者の皆さんのこれからの活動も注目していきたいですね。